年も千代田区民体育大会の季節がやってまいりました。天気は快晴、スポーツの秋を満喫するには絶好の一日となりそうです。こんにちは、石塚夏実です。8つの町会連合会が優勝旗をめぐって争う年に一度の区のスポーツの祭典、お子さんからご年配の方まで皆さん頑張ってください。まずは選手たちの華やかな入場行進です。チームカラーを表した8色の T シャツが秋の日に映えて目に鮮やかです。秋にふさわしい天候になりました。皆様方が青空の下で楽しみ、そして交流を図っていただくことを大いに願っております。それでは転換です。先生、私たち選手一同は清く正しく粘り強く競技に臨むことを誓います。選手代表、秋葉原東部町会連合会、渡辺隆。さあ、本日最初の得点種目、玉入れが始まります。まずは A 組4チームの対戦です。32、33、37、38、39。前回優勝の秋葉原東部、40個を超えて勝利しました。続いて B 組4チームの対戦。球を投げる人と拾って渡す人がいます。チームごとに作戦を練ってきていますね。果たして結果は？次は綱引きです。力自慢の選手を揃えた岩本町東神田。応援にも熱が入ります。連勝です。岩本町東神田の強さは圧倒的でした。
白熱した競技の合間には民謡連盟会員による民謡が披露されました。そうです、予定通りですから、はい、予定通り、はい、去年22年ぶりで勝ったんですよ。で、1回勝っちゃって欲が出ちゃってもう何回も練習してそうしばらくね、低迷しててね頑張ってください。はい、ありがとうございます。午後最初の得点種目は毎年大接戦が繰り広げられるムカデ競争です。勢いよくスタートした麹町、転んでもすぐに立ち上がります。万世橋、選手の息が合っています。万世橋、そのまま順調にゴールイン。続いて B 組です。神田駅東、ここまで順調です。ところが神田駅東、クラッシュ。富士見、惜しくも神保町に一歩及びません。続いて買い物競争、箱からくじを引いて得点が決まる運の強さがものを言う競技です。点数は1点から3点、皆さん何点でしょうか。3点が当たりました。こちらの方も、皆さんハラハラドキドキでくじを開きます。体力、運動神経一切不要のこの競技、結果はこちら。的当て競争や目指せワールドカップでは、子どもたちが生き生きのびのび元気いっぱいな姿を見せてくれました。優勝するぞ、元気そう、連覇連覇、アキバさあ連覇連覇、アキバ連覇連覇。さあ残る種目は地区別対抗リレーのみ。ここまで神保町と秋葉原東部がトップの座を激しく争っています。麹町頑張れ、麹町頑張れ、
位でバトンを受けた岩本町東神田の走者がごぼう抜き、トップに立ちます。神田駅東との激しいデッドヒートの末、1位の座は神田駅東に。B グループでも最初最下位争いをしていた神田公園がトップに。しかし神保町に抜かれ、両チーム激しいデッドヒートを繰り広げます。バトン渡りました。さあそしてそれ続く、最後は神田公園が秋葉原東部を振り切って1位でゴールイン。さあいよいよ成績発表です。獲得しました秋葉原東部地区、そして優勝は、そして今年の優勝は神保町地区の皆さんです。優勝旗が授与されます。はい、爆誕しました。おめでとうございます。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。これはもう皆さんがね、本当に一生懸命ね、練習し、そしてね、協力があったからなんです。本当に良かったと思います。今日はもう振り返るとずっと1位のままでしたが、そうですね、最初に玉入れからやっぱり勢いがつかないとダメだっていうんで、今年は玉入れを早朝練習8時半から、いや、それとは球を取り替えたでしょ。そうです ね本当の競技用の球に連合町会の方も取り替えていただいて、本物と同じ球で練習できたっていうのもすごく良かったと思います。良、ね、かったですよ、はい、秘訣があったんですね。それもでも、まあ、十二町会の、ね、皆さんのご協力のおかげで優勝できたっていうことは本当に感謝しております。こちらの方でお願いします。今回の我が町千代田いかがでしたでしょうか。我が町千代田は皆様と一緒に作る番組です。情報やご意見がございましたら広報広聴課までお寄せください。それでは次回をお楽しみに。さようなら。